こんばんは。おはようございまーす。おはようございまーす。またありがとうございます。埼玉のおじいちゃんさん、今日はグロフェスありがとうございました。なんか久しぶりにめっちゃ日に当たりすぎて激疲れました。今ね、日に当たると本当に疲れちゃうんだよね、体が。日に当たるってめっちゃ疲れますよね。こんばんは。暑かったですね、昼間。でも夜になった瞬間めっちゃ寒かった。来てくださった方ありがとうございます。いや、なんかみんなが TCC に入って初の野外のフェスだったんですけど、すごい楽しかった。野外楽しいですね、めっちゃ。もうだからお家帰ってきてからもう爆睡しちゃって、久しぶりに体に火を当てすぎて楽しみすぎて爆睡をこましてしまいました。全然寝足りないです。眠い。楽しいのは良かった。はい、楽しかったです。新しくアイドル始めたんだね、応援します。本当ですか、ありがとうございます。ぜひ応援してください。楽しかったな、野外楽しいですね、本当にマジで。なんかすごいいろいろ思い出して泣きそうになりました。楽しくて楽しくってね、フェスいいですね。来てくださった方ありがとうございます。なんか昼間はすごい暖かかったけど、夜はちょっと寒かったりとかして、めっちゃ体になんか悪い気温差すぎて、みんな体調気をつけてください。ありがとう、来てくださった方。なんか熱中症気をつけて、なんだか、いや、まあ熱中症レベルの暑さではないかもしれないけど、まあ暑かったじゃないですか、まあ日が出てたじゃないですか、昼間はね。でも夜はめっちゃ寒かった。
こんなにさ激しいことあるってぐらい。最後の方みんな凍えてた。マジで寒かった。めちゃめちゃ寒かった。ティフは野外でも倒れそうになるけど、暑すぎて。いや、ティフは暑い。うん、絶対もう時期が暑すぎる。うん、こんばんは。4月上旬ね、この間のイベントはめっちゃ寒かった。めっちゃ寒かった。もう冬冬でしたね。こんばんは。 NGT の3期生とも久しぶりに会えた。はい、会いました。でも、あの、私は人見知りすぎて、あ、送ってくれてるかなみたいな感じでしたけど私がもう人見知りすぎて、初めましてみたいな、あの、感じでしたマジで申し訳ない。本当にマジで申し訳ないです。もう3期生に気まずかっただろうな。なんかごめんね、みんな、みんなに久しぶりに会ったんだけど、はじめましてみたいな感じになっちゃった。スタッフさん、お世話になったスタッフさんにも久しぶりに会って挨拶しました。クロちゃんさんに話しかけられた。クロちゃんさんとみんなで写真撮らせていただきました。きっとキュートポーズしてくれました。嬉しい。めっちゃ眩しくって変な顔してるけどめっちゃ眩しくって自分こんな顔してますけど嬉しかったです。一生寝れそうなぐらいさ、なんか全然寝れちゃう。こんな、なんかもう本当に体が疲れたって感じ楽しい疲れ、楽しい疲れ。
ゴールデンウィークも野外連チャンだから体力つい、そうだね、もう嬉しい、野外楽しい、楽しかった。日に当たっただけでそんな眠くない、もう日に当たった日にはもう私も大爆睡をかましてしまうぐらい体疲れる、日当たるとライチュー気をつけてありがとうございます。はい、楽しかったな、何より、めっちゃ楽しかった。お腹すいたのかな自分の感情がわからんお腹すいたのかな、私は今でも今日は普通に黒フェイスさんの売店で売ってた、名前忘れちゃった、なんかまあステーキ丼みたいなやつ食べたんですけど、めっちゃ美味しくって泣きそうでしためちゃめちゃ美味しかった、めちゃめちゃ美味しかった。今のおじいちゃんさん、花束ありがとうございます。ゆっくり休んで、ありがとうございます。お肉的お肉、そう、お肉的お肉です。お肉的お肉しかかった。ゆうとさん、ハートありがとうございます。いろいろあったみたい。なんかいろいろありました。他はみんななんか焼きそばとか食べ、うん、焼きそばも食べたかったもう食べたいものが多すぎて超迷ったんだけど、結局ステーキ丼みたいなやつにしました。できれば全種類食べたかったこんばんは、美味しいもの食べてよかったね。はい、よかったです。眠すぎる。焼きそば食べてよ、カルビ入ってて、そう、カルビ入ってる焼きそばだったね、美味しそうだった塩さん、お星ありがとうございます。こんばんは。
体調も早く良くなんないかな。お願いします。お願いします。本当に。でも多分ひなね、ちょっとね、今ダブルで風邪ひいてる気がする。それで今日の寒さで今度トリプルな気がする。なんか一回治りそうな瞬間があったんですよ。でも多分ねまた風邪ひいたんだよね。だからまだ咳、なんか今だってさ、考えてみて、結構長くない？私の風邪多分ちょっと今ね2週目入っちゃってんの私。そう。なんか一回あ、なんか良くなってきたかなみたいな時期あったんですよ実は。でも朝起きたら、あれ、なんかめっちゃ喉痛いみたいな感じになってて、多分変な2週目入ってます風邪。一回ちょっと治ったんだけど、多分また移って、今2週目の風邪なんですね多分。それで今日めっちゃ寒かったから、あ、3週目行っちゃったらどうしようみたいな状態。29日までライブないからここで回復できるね。そうなんだよね、29日まではみんなに会う機会が今そうちょっと空くのでね、5日間ぐらいちょっと空くので、それまでに直します。明日も頑張るぞ。1時になったら配信終わりにしたいと思います。楽しかったな今日、本当にめっちゃ楽しかった。ナイスネスあげてよね。なんかもう、あ、目を覚ましたらもう0時過ぎてて、あにゃーみたいな。よかったショールーム3時までのカウントで毎日配信でと思って、とりあえず SNS 上げてないから SNS 上げようと思って写真探したけど、もう何が何だか分かんなくて、何の写真大丈夫そうでした。
日焼けしなかった。日焼けそう、あんまり日に当たるとこに、まあ、いた時もあったけど、物販とかもね、ありがたいことに日陰だったので、あんまり焼けた感はないかも。他のアイドルさんのステージとか見たりしましたよ。しました。本当はね、3期生の見たかっただけど、物販と丸かぶりだったの、無理でした。頭が回らない。頭が回りません。頑張って。私はショールーム終わったらどんな行動を取ればいいんでしょうか。とりあえず、やらなきゃいけない。頑張れ、頑張れ。なんでこんな目覚めないんだろう。今だって家帰ってから寝てたんだけどね。全然目が覚めません。家帰ってから寝てたのに。でも本当体調のためにちゃんと寝ます。なかなか治らないこの咳とか。でも鼻水は本当ね、良くなった。うん、鼻水は良くなりましたね。まあまだ出るけど、ピークの時に比べたら。いや、喘息だけなの。まあそうだね。だからなんか電車の中とかでもさ、やっぱまあ咳するのってすごい悪いじゃないですか、人前で。だから電車の中とかでも頑張ってさ、もうふふってさ、もう息整えてさ、でもなんか出そうになるの我慢するのめっちゃ辛い今。肌も良くなったけど、あ、お肌もまあまあよく、まだ悪いんですけど、なんか一時期に比べたら少しだけ良くなりました。はい、頑張ります、もっと。はい、ということで今日の配信はこれで終わりにしたいと思います。13位、トトちゃんさん、ありがとうございます。12位、マルカット、なんて読むの。で、あ、変わっちゃった。13位、マルカット、テイトクさん。12位、ヒーさん、ありがとうございます。11位、マナさん、ありがとうございます。10位、アキラちゃんさん、ありがとうございます。9位、カネちゃんさん、ありがとうございます。8位、ウッチーさん、ありがとうございます。
7位ラッケノさん、ありがとうございます。6位リオさん、ありがとうございます。5位ひろゆきさん、ありがとうございます。4位ティマレラさん、ありがとうございます。3位ヤッキーさん、ありがとうございます。2位マシオさん、ありがとうございます。第1位ユートさん、ありがとうございます。はい、ということで夜中に配信見に来てくれてありがとうございます。今日はフェスありがとうございました。とても楽しかったです。会いに来てくださった方ありがとうございます。早く風邪治します。ありがとう、みんな来てくれて。おやすみなさい、バイバーイ。